今回は谷隼人、松岡吉子ご夫妻の気になる木をご紹介。食べるものによって元気な木が出るんだっていうのは、いやでも谷さんのおかげ。これに気にさせたの俺なのよ俺。はい、体健康、心健康、はい、さらに40年以上続けているご夫妻の約束。思い出すね、こういうの見るとなんかね、44年間ってあるよなこれ。 SBI シニアの住まいとお金の YouTube をご覧の皆様、こんにちは、谷隼人です。松岡吉子です。私たちの源、3つの木は戦友です。え、昭和21年1946年生まれ、芸能生活61年谷隼人、そして昭和22年1947年生まれ、芸能生活70年松岡吉子。昭和48年大ヒットドラマキーハンターで共演。しかし出会いはその前に遡る。私は松竹の映画で歌をやらないといけないというので、ボイストレーニングで、行きました。そこに谷さんが歌手になるか俳優になるか、とりあえずボイストレーニングを受けろっていうことで来てました。それで私たち14人ぐらいかな集まって先生たちのボイストレーニングを受けてって、その中で誰がスターになるかな、まあ、もう誰がスターになっても選ぶったりしないで、いやっていうふうに言えるといいわねって言って生き残ったのが谷さんと私だけなんですね。そうですね、そうですよ ね。普通の、まあ、共演者とは違う意味の仲良しっていうか、頑張ろうねっていう戦友で、またご一緒させていただいた。そして晴れて結婚した2人、隣で立ち続けるために吉子さんが意識したことが、食い気だけはね一生もんで、それをどうにかやんないといけないと思った。谷さんに合う食い気を私が作ってれば、どんなに外で遊んでも家に帰ってきて、うちのご飯が美味しいな、うちのお味噌汁は俺の味に合って美味しいなと思う。でも一個もできなかったから、もうしょうがないから、まあハンバーグを初めに作ったんですね。その時にレシピを見て、ハンバーグって玉ねぎを使わなくちゃいけないんだって。でも玉ねぎすごい嫌いじゃないですか。でも玉ねぎを使わないとハンバーグって料理はできないと思って、もうしょうがない。それで玉ねぎもう涙流しながら刻んで、もう本当に時間がかかって、夕食のスタートが、5時半ぐらいかな、始まって出来上がったのが夜中の12時もう回る頃で、まあ、こっちはお腹空いたから、はい、いただきますわ、頑張ったんだなと。一口口に運んだ瞬間になんか味がさっぱり、なんかさぱっとしてんのよ。食べようと思えば食べれたかもしれないけど、これを食べてしまったらこの子が美味しかったと思って、絶対これから先成長ないなと思ったので、マリこれまずくてあんまり食べれないから悪いけど捨ててくれるって言ったの。もう悲しかったけど、あのちょっと食べたら、あ、まずいな。戦友という距離感だから言える本音、結果すっかり料理上手に。人間って本当に口の中に入れるもの、食べるものによって元気な気が出るんだっていうのは、これ元気の気になったの、ね、うん、分かったんです。それはもうね、いやでも谷さんのおかげ。これに気にさせたの俺なのよ俺。これその評価ないねこれ。しかしそんな戦友2人の前に立ちはだかる強敵が。たった一つ、ほとんどない。谷さんの嫌いなものはピーマンだったんですよ。これがね、ダメだった。それで私もピーマンは大嫌いで、それで私はピーマン食べる男と結婚したくないと思ってた。え、それがピーマン大嫌いだから、やったよかった。そうしたらば、ある日お家に帰ってきたら私に、おい明日からピーマン食べるぞ。嘘でしょ、え、なんで。谷さんといえば高倉健さん、ピーマン克服にも関係されていたようで。高倉健さんの付き人の方が、これを今日昼飯用意してあるから、言ったら今日はピー丼だって。
ご飯のピーマンのあのチンジャオロースみたいなのがバーッいっぱい乗ってるわけ。でもケンさん、うまいだろおいって言われたら、まあ自分のね、うまいだろって言うから食べるわけないじゃないですか。恐怖の昼ご飯は次の日もまたピー丼でしょ、うまいだろ谷なって言われて、あの熱っ、昨日までちょっと噛んで、ついがこうなったのを噛んで見てたら、いけなくはねえなこれを食っちゃったのよ。それがピーマンを克服した事件なの。食べないとどうして食べないんだって言われるから、もうしょうがないやと思って、あ、意外といけ、いけるわと思って、嫌いなものも作るようになって美味しく食べれるように努力するのが健康のもとだと思う。はい、はい、体健康、心健康、はい、食を大事に。そんな2人が愛してやまない食材を美味しく提供するお店がこちら。もうニンニクが2人とも大好きで、ほとんどの料理にニンニクを使ってます。もうニンニクはあれ必須だね、うん、そして必ず頼むというのが、全部ニンニクだこれ。口の中にニンニクの香りと味と、もう5分後に元気になりそう。うまい、うまいよこれ。健康な体だから続けられる戦友のお二人、実に40年以上も続けていることがある。誕生日が結婚記念日で、何か形にしようって言ってニューオータニで写真を撮ったんです。すごくもう本当にホテル の、 あのカチカチの写真っていうのを撮って、そういう写真が私たち初めてだったもので、最初はちょっとこの方はムッとしてたんですけど、出来上がりを見たら、あ、こういう写真もいいね。結婚1年前からずっと写真を撮り続けて、ちょっと見せていただいて、うん、はい、いや今見せるこれ、うん、まあしょうがない、まあこれ1980年からね、だから44年間の、はい、今年の2月11日に撮ったんで44年間のやつ、はい、これが一番最初のその固くあれしたという、はい、ウェディングとタキシード、はい、これ、はい、ここからスタートして、はい、一行二人のこうあって、はい、こんな変わったな、こんなのがあってな、こんなのがあって、こんなのがあって、思い出すね、こういうの見るとなんかね、こうやって見るとやっぱり44年間ってあるよな、これ生まれた子が44歳だもん。おお、これがこちょうど今年の44回目の、ね、2月の11日これがね、こうずっとこうやって44年間経ってみると、やった頃は大したことないのかなと思ってたんだけど、なんとなくやるじゃん俺みたいな。これやったの俺なのよ。そう、あなた、俺なのよこれ。え、まあ我が家はね、全て俺がのお家でうまくいってるお家だから、違う真似をしないでください。え、戦友と共に歩んだ輪立ちを見て今思うこと。俺いつも言うんだ、俺は距離感だと思うね。これは人によってはこうやってくっついてるのが距離感で、私くっついてるからいいって思うね、若手の時かラブラブの時か知らないけど、でもこう時が経って44年以上経ってても、この中の距離感に、そこを言葉で言うんだったら、もしかしたら思いやりとか、ちょっと、うん、ね、思いやりだと思う。言葉をかけてやるっていう、そういうとこじゃないの。上辺だけの言葉じゃダメ。一つの本当に大事なポイントはね、作ってくれた料理があったら、奥さん美味しかったよとかね、また食べたいなとかね、ちょっとやっぱりそこら辺のサービスダイアログも必要かなと。サービスで、サービスダイアログ必要かなと。それは俺はそうしますけど、心から言わなくて、まあ心からね、はい、そんな感じです。はい、これからも2人の旅路は続きます。
SBI シニアの住まいとお金。